ラテンパーカッションのミザリードです。イエーイ。イエーイ。今回のテーマはリクエストをいただきましてですね、パンデイロ2回目なんですが、パンデイロの紹介とですね、基礎練習、基本的な音の出し方の練習、これをね、紹介していきたいと思います。楽しんでいきましょう。イエーイ。シュワッチ。それでは早速パンデイロ、これをですね、紹介していきたいと思います。私が持っているパンデイロの中でもですね、ちょっとこれはね、口径が大きいんです。ちょっと見比べ、通常ですね、10インチと言われているパンデイロはこちらなんですけども、それよりも一回り、ね、少し大きめですよね。こういう感じの大きさなので、ちょっと分かりづらいかもしれないですね。12インチに近いのかもしれないですね。やはり面積がある分ですね、少しこう低音感がありますね。これはですね、こういうようなメーカーですね、コンテンポラーニアという、これももう何十年も、15年、20年も以上前にですね、買ったものなので、こういう。でもね、これは比較的、当時のものにしては、ここが薄手でですね、比較的、実は軽めなんです。うん、で、まあ、ここジングル一つ落ちてますけどね、これ多分落としたんだと思うんです。バキッと落とし、それでパリンと割れちゃったんだと思うんですけどね、しかしですね、1個なくても十分、なかなか派手な、賑やかな。ね、落としますね。ね、これが一つ目なんですが、二つ目、その先ほどちょっと持ち上げましたが、これもね、古いコンテンポラーニアのものなんですけども、これは10インチですかね。これはですね、ここが肉厚でございます。ボディのここが厚いタイプです。ですから今これ中古とかそういうので出回ってない限り、もうこれ現存では作ってないですよね。古いタイプです。でもなかなか太い音するんですよね。ちょっとチューニング高めですが、このような音がするんですね。ちょっとこれジングルがちょっと派手なめの音がするんで、ちょっとこう紙でミュートしたりとかしてます。少し、そしてここにね、何やらベタベタ貼ってるじゃないですか。これはですね、いろんな貼り方があるんですが、ミュートしてます。要するにボワーンという倍音を少しこのような形でミュート、まあいろんな方法があると思うんですが、少しね、ここの真ん中にミュートすると低音が少し出るんですね。低音というのはこのブーンという低音感、まあ、なくてももちろんいいんですが、こう養生テープのような剥がしても大丈夫なんですね。ぜひテストしてみてください。少し音が変わります。そしてもう一つはですね、このキラキラでございます。もう照明が当たると、うわ、もう照明が跳ね返ってますけどね、キラキラっとした、あ、もういろいろ映っちゃう、いろいろ映っちゃうっていうね、このギラギラっとした派手な、これはね、プラスチックゴペというね、これもこういうね、分厚い、ここ厚手のやつで、プラスチックですから、ね、なかなか派手めな、ちょっと早めなね、音の抜けはいいですよね。うん、今回はですね、この3つをですね、使いながら、ちょっと練習していきながらですね、パンデイロが初めての方のためにもですね、音の出し方やどんな、演奏の方法があるのかという、そこまでね、紹介していきたいと思うんです。うん、一応ですね、今回もすでにこのように、いつものように、こうタカ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 とこう書きました。うん、16ビートとかね、うん、タカ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 と書きました。で、なんでこのように書くかというと、シェイカーもそうなんですが、割とブラジル音楽とかね、まあラテン音楽もそうですが、サカタ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 カというふうな、こういう動きのね、ビートが多いんです。ですから、このように書きました。で、まあ練習の一つとしてはですね、初めて楽器を持つ、パンデイロ初めてやるんですっていう方のためにもですね、まず持ち方もあると思うんですが、まずこのね、このように穴というかね、楽器によるんですが、このようにね、ちょっとこう指を入れられるようなこの穴が開いたりするところがあるんですが、そこに別に指を入れるわけじゃないんですが、そこを目安にこうね、ガツッと持ってもらう。ガツッと。僕の場合は4本の指でガツッとこう持っちゃいます。でね、少しこの親指でここを少し押さえながらですね、こうやって親指でこう持ってしまうと後ろ側でミュートできなくなっちゃうんですね。ですから親指をちょっと僕の場合は少し手前めに持ってくることで、4本の指もしくは2本の指でここをね、触れるようにしてやるんです。皮を、なぜならば
ミュートしたりオープンにしたりするという奏法があるんですね。ですからちょっとこう持ち方としてはがっつり持つんですが、ちょっと大変、最初のうちは大変かもしれませんが、少し親指をね手前身に持っておくと、僕の場合ですから親指で、もちろんこれ親指でもねミュートしたりするんですが、でもまあ最初はですね、このようにこのようなポジションから持ってここでミュートできるようなスタイル、こういう持ち方、この楽器でしたらちょっとね、やっぱりこれもこのようにこう少しここに穴が開いてるんです。でここを目安にこう持って、別にどこを持ってもいいんですが、おそらくこの穴が開いてる部分っていうのはジングルがない部分ですので持ちやすいですよね。こういう感じで持ってもらうと、で親指で引っ掛けるようなイメージ、ミュートできるようなイメージ、ね、まずこの持ち方、そのように持ちます、このように持ちます。そしてですね、これがなかなか最初の第一歩にしてなかなか音がみんななかなか出ないんですが、このボーンっていう長い音、これはですね、先ほど僕ちょっと演奏したのに、トゥツクトゥーン、トゥツクトゥーンってこれブラジル音楽の中でもスルドーという大きな、太鼓があるんです。トゥツクトゥーン、トゥツクトゥーン、ものすごくベースを担う太鼓なんですけどもね、スルドー、ボンボ、スルドー。でこのトゥツトゥーン、トゥツトゥーンっていうのはですね、まあ、いろんな奏法があるんですが、ちょっと代表的なのはですね、ミュート、オープン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 、このように演奏されることが多いんです。ミュート、オープン。で、パンデイロもですね、その感じを引き継ぎながら、ミュートして、オープン、ミュート、オープン。まずこの練習をしたいんですね。僕の場合は、この親指の側面、親指の側面、この辺をボーンと弾いてます。この辺でボーンと弾いてます。太鼓の親指で、こういったところで、ボーンと。こうチョッパーのように、ボーンという、なるべく長い音にしたいんです。ちょっと詰まりがちな、最初ね、なかなかでも、このブーンって長い音が出ませんっていうふうなご質問がすごく多いんです。親指でねヒットした時に、これはですね、最初その感覚がつかめない時、親指でこうやった時にこのボーンって長い音が出ないよっていう時はですね、一回ちょっとこう違う指で、例えば4本の指でもいいです、人差し指でもいいです、指でちょっと叩いて、コンガイボンゴのようにちょっと叩いてみてください。ボーンと長い音が出るポイントがあるわけですね。このように探っていきます。ボーンと長い音が出る、そこの感覚をつかめたら親指でこのように押し込んでいってみてはいかがでしょうか。ボーンというふうにねやってみる。なかなかでもね、最初ポジションが探すのも大変ですし、なんかこの長い音を、このブーンという音、これがね意外となかなか引き出せないですね。こう詰まっちゃったり、音が鳴らなかったり、鳴らなかったりっていうのはちょっとどこかこうやって音が詰まっちゃうような、まさしくミュートしてるような状態になっちゃうんですけども、これをなるべくこの辺りかな、この辺りです。僕の場合はこう切ってここで弾くんですけども、うん、この辺りこういう感じですね、うん、こういう感じです。ヒットする前にちょっとこう手を返して、こうベースのね、チョッパーみたいな、うんばんばんばん、まあ僕はベースちょっとチョッパーできませんけど、こうチョッパーのようなイメージ、こうね、手首がこう思いっきり上を見て、上を向いて、下にもうぐるっとするというこの動き、手首のこの動き。この動きをぜひ利用して、ヒットする前にアップされてたものを回転させると。回転させて、で、先ほどこの裏のね、ミュートっていうのが重要だという話したんですが、この重要というか、このポジションですよね。ここでなんとか、指をですね、僕の場合はこの中の2本から、まあ、どの指でもいいんですが、届くところの皮をですね、ミュートした状態で、ミュートした音。
で、ミュートを外して、長い音。ミュートオープン、ミュートオープン、ミュートオープン。パンデーロはですね、まあ、どんないろんな種類があると思うんですが、私のマエストロの、ね、フランシス・シルバー様というね、ブラジルのフランシス・シルバー様もですね、よく学生の時教わったんですけども、やはりプーンっていう音はね、ないんですね。で、ですから、まあ、細かい動きも、重要なんですが、そのプーンという長さが僕すごく重要だと思うんです。プーンっていう。ですから、それは鋭の、ドーンっていう、ゴーンって長い音、コンガで言う、ディンディン、ボーン、カーン。とにかくこう、長い音を出すっていうのはね、この打楽器奏者にとっては実は究極のテーマでございますよね。うん。ドゥン、ツッ、タドゥン、パね、何の楽器もそうかもしれないですけど、叩いた瞬間はもちろん点なんですが、でもその音をグーン、パグーン、カーン。まあなんかよくね、僕の周りのメンションでもよく見て、カーとかね、ディーとか、言葉で言うならばみんな言葉がギューっと長いんですよね。パッタキーン、キーンとかね、パッタキーンって、キーン、キーン、キーン、ボーン。なのでですね、ぜひ、ちょっと話長くなりましたが、長い音を引き出す練習しましょう。ですから、最初のうちは音が出ないかもしれませんが、この、なるだけ、ブーンという引き出すポイントを探しながら、闇雲に練習してもいいんですが、毎回ちょっと変えながら、あ、もうちょっと手前めにしてみようかなとか、奥に入れてみようかな。というようなね、動き。で、まずこの親指も返して、ミュート、オープン、ミュート、オープン、ワン、ツー、スリー、フォー、ミュート、オープン、ミュート、オープン。まずはこれ、しっかりこれで、ミュートオープン、ミュートオープン、ミュートオープン。譜面で書くならばミュートオープンのミュートのとこは黒丸にしました。黒丸白丸、黒丸白丸みたいな感じです、ね、ミュートオープン、ミュートオープン、うん、そう、まずはこれ一つ目の基礎練習なんですよね。これで長い音をね、引き出したい、長い音を出したい。で、力任せにやるというよりかは、最初はですね、楽に、この持ってる側も大変だとは思うんですが、まあトレーニングと思ってですね、まあ小さく前習い状態と、ね。小さく前習い状態の感覚のまま掴んでおくと、うん。左手が疲れてきたなと思ったら、ちょっとこう上に上げてみたりね。また下げてみたり。皆さんいろいろね、こう動かしてみたりとかね。動かしてみたい。まあ、なんかいろいろなテクニックでね、一つところで、一つのところでずっとやるとね、実は誰でも厳しいんですよね。ですから、こう動かしながらね、やってる方はもうよく見受けられますが。ね。まずはミュートとオープン。よし。まず一つ目。で、二つ目にですね、ここにちょっと紹介しました。ヒール&トゥーのような感覚でですね、この指先と、指先と、指先と、この手首のね、手首のこの部分。まあ、あえてヒール&トゥーみたいな感じにするならば、この先をね、こことここの部分、これをですね、この楽器の手首、指先、手首、指先、このような動き、楽器の周り、側面の方ですね、リムの方といいますか、側面の方、真ん中の方というよりかは外側の方なんですね。その方がこのジングルが良くなります。手首、指先、手首、指先。ヒール&トゥーで、HT、HT にします。HT、H が指の方、T がこっちにしましょうか。ね、トゥー。HT、HT、タッタッタッタ、1、2、1、2、1。基礎練習その2としてましては、この動き、なかなか特殊でございますが、少しなんか、感覚としては、パーのままで、パーのままだと、ちょっとなんか形良くないんで、ちょっとエッグマラカスというね、ちっちゃい何か、卵を一個掴んでるようなイメージ。卵を一個掴んでるようなイメージで少しこうね、丸めた感じでもいいかもしれないです。ヒール2、ヒール2。で、この時ですね、私も動かしたように、こちらの左手の持ち手の方も少し上げたり下げたり、このように連動する方もいらっしゃいます。連動しないという方もね、いらっしゃいますけど、いろんな方がスタイルがあると思うんです。でも皆さん割とこう、ほんの気持ちね、連動してるスタイルが多いかもしれないですね。
こちらのやつやると。すごいですね。うん。こちら側でやると、ね、全然違いますよね。楽器が変わるとね。ヒールトゥーヒールトゥーエイチトゥーエイチトゥーエイチトゥー、この2つの動き、1つ目の基礎練習のある基礎練習の長いオープンとミュート、ヒールトゥーヒールトゥーと、これをね組み合わせますと、トゥ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 という動きなんですね。ミュートオープン、ミュートオープン、ちょっと今こっちずっとミュートしっぱなしにしてますが、ミュートオープン。ですからヒール&トゥー自体の動きもまあ大変ですが、この間のねミュートオープンの方も重要ですから、この2つの練習基礎練で、それがつながるとね基本的な動きにちょっとつながってくるかなと思いますんで、ぜひですね、初めての方はですね、まあ、いろんな組み合わせとかいろいろなバリエーションっていうのはもう世界中のね、方が、ブラジルの方がもう YouTube に上げてますから、そちらを参考にしていただければと思いますが、でもぜひ、その入り口の感じとして、その、動きのね、一つ、動きの基本的な動かし方のトラディショナルといいますか、昔から伝わっているね、動きのですので、ぜひですね、これも参考にしていただきたいと思います。あと補足なんですが、さっき、親指で長いオープンの音を出しました。ボーン。こういう音ですね。で、このヒール&トゥーの、トゥーの部分。このトゥーの部分でもですね、このように太鼓のこの部分を使ってオープンの音を出したします。こっちのオープンと、こういう練習もしておきたいですね。オープン。オープン、オープン、オープン。基本的な、例えばフィルインなんかでドドドドね、ドドドド、あとねこうちょっとこうパッってやりましたね、うん、こうね、これはですね。まあちょっと感じとして似てるのは、コンガのスラップと言いますか、ミュートクラッシュみたいな、パーンと掴むような感じ。これはね、太鼓の、この辺のあたりを、パーンと掴む感じですね。こういうのもありますね。これも基本の音の出し方にとったんです。パー、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 まあフィルイン的な感じでね。噛むような、うん、イメージ、はい、ですからいろいろな音のねバリエーションはあるんですよね。面白いですよね。でもこのヒール&トゥーとこの最初のね動きとヒール&トゥー、あと叩く場所でこのヒールでも、あ、ごめんなさい、でヒール&トゥーのこの指先の部分でもオープンの音、こっちでもオープンの音、こんなようなバリエーションもあるんですよね、うん、まず一つ目はミュートオープン、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 そしてヒール&のトゥートゥー H2H ですね、この動き、いう動きですよね。ミュートオープン、ミュートオープン、ミュートオープン、ミュートで、やっぱりこの動きの中ですごくそのグルーブ、なんかこう気持ちいいグルーブにつなげるには多分ね、これやっぱオープンだと思うんですよね。このミュートとグーっていう音がしっかり出ないと、なんかただ単にこう刻んでるだけになってしまう。刻んでるだけなんですが、こう低音の部分、ブーン、コンガもそうですが、ボンゴもそうですが、ボーンっていう長い音。ティンバレスもそうです。カーンっていう長い音。これをですね、パンデイロを練習するときも、まあいろいろ手順とか練習って気になっちゃう方もいると思うんですが、長い音をぜひですね、探ってください。ミュート、長い、うん。
ミュート長い音長い音長い音ブーンブーン長い音ぜひですね、2つの練習でですね、パンデイロをね、楽しんでいっていただきたいと思います。イエイ。今回は3つのパンデイロを使ってですね、ちょっとこう基本の練習方法みたいなものをね、紹介しました。ぜひですね、パンデイロをお持ちでない方は、もうね、検索しますと割とね、入手しやすいので、ぜひですね、チャレンジしていただきたいと思います。楽しい楽器でございます。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録していただきまして、いいねボタン押していただけると、大変嬉しく思います。よろしくお願いします。パーカッションのミザーリートでした。イエーイ。パンデイロ、パンデイロ、パンデイロ。ミザーリートラテンパーカッションチャンネル。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。イエーイ。シュワッチ。